やっほー、こんちゃー。クルタゲームズのユタとクルです。お願いします。はい、私たちクルタゲームズは最新情報からキャラ構成ガチャなどクッキーランキングダムの情報を配信しています。ただいま毎日投稿中で夜8時にアップされるので、チャンネル登録ベルマークを押して楽しみに待っていてください。お願いします。はい、ということで今日は何をやっていきますか。はい、今日はですね、最近パンプキンパイ味クッキーかな、あのキャラが召喚獣を出すじゃないですか。うん、ピッピね、ピッピ出すんですよ、それに当たって召喚獣キャラって結構増えてきたと思うんだよね。それと一緒に宝物の方も入ったじゃないですか、あの召喚獣の攻撃力アップと速度アップだったっけな。そう、そんな感じ。召喚獣に、まあ、関する宝物だね、関する宝物、が出て召喚獣に有利というか、そうだね、いい風になったじゃないですか、あれを見た時に今いるキャラの召喚獣キャラとあれ合わせて、もう召喚獣パーティーを個人的に作ってみたいなって思ってなるほどね、ちょっとおふざけみたいなパーティーかもしれない、まあ、強いか弱いかまださ、俺たちもレベルがね全然強くないから全部を全部上げれてないんだよね。そうそう、だからそのマックスの強さって分かんないけど、シンプルに作りたかったっていう欲望の動画だね、何対何になるかっていうね。だから本当まず、人数で言ったら10対5とかやない、リンチまあまあまあ、数でおね、どんだけ言ったら攻めれるかが、ちょっとまあ個人的に見たかったからこの動画作ってみたって感じかな。はい、だから今回は召喚獣パーティーの、まあ、強さというか、あのごちゃごちゃ加減が見たいなっていう感じの動画になっています。はい、いやで、まあ、強いで紹介するってわけじゃなくて、ちょっと面白い感じで紹介するって感じになると思います、ね、人数有利で勝てるのかっていう感じだね。はい、そんな感じの動画ですね今回は。それではやっていく。はい、では今回の召喚獣パーティーはこちらでやっていきたいと思います。まず粉雪味クッキーとパンプキンパイ味クッキー、リコリス味クッキーのジャングル戦士味クッキーと、あとはまあここは回復役としてファーブを入れたって感じ、だからもう召喚獣が4体で攻めていくって感じかな。でまあそれに応じてちょっとまだレベルが低いから、あの俺の方のねパーティーの方もちょっとレベルを下げて、はい、同じぐらいの戦闘力、まあうちの方がちょっと強いんだけど同じぐらいの戦闘力で、自分この新しい宝物の針山がもうレベル2になったんよ。いいよねなんか結構出てすぐ、俺100連ぐらいしてるけどまあ出てないよね、なんかここはすぐ出たんで、これをレベル2として使ってます。なるほどです。はい、でこれで一回ちょっとじゃあ戦ってみていいですか。そうだね、もうめちゃめちゃモンスター出しまくってごちゃごちゃするのかどうか、はい、ちょっと行ってみましょうか。お願いします。スタート。いいよね召喚獣パーティー、どうなるかよね。あ、まずピッピ早い、ね、まずピッピ出てのドクロの、あ、まあトラは確かに召喚獣っぽくはないけど、いやでもね人数、いいよ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 、スノーキングが、スノーキングが後ろから援護してる。え、強いよ結構。おお、すごいやん。え、結構いいんやないこれ。あ、でもちょっとやばい。やっぱハーブが死ぬんやね。ハーブいらないかもね。ハーブがさ、やっぱさ、召喚獣がいないからさ、唯一。じゃあちょっとハーブをあれに変えてみようよ。ちょっと変えようか。じゃあ次はね、ハーブじゃなくて、まあ同じ支援系、回復系支援系のパフェ味かな。はい。これでちょっと見てみようよ。これだとやっぱ戦闘力がさっき13万ぐらいやったんやけど、今11万でまあ同じぐらいになったから、これでどうなるかよね。ハーブの力は強かったのかということをもう一回試してみたいと思います。お願いします。緊張すんな、なんか。いや、召喚獣この辺気持ちいいないっぱいおるもんねリンチしてる感じしてボコボコや、まずはピッピーが出てのトラ行って、あ、でもトラちょっとあんまり活動してないね。数がやっぱ多いね。あ、やばい、パフェが死んじゃう。頑張れ。やっぱ死んじゃう。でもやっぱ回復とか死ぬ。あ、でも強い。あー、ちょっとやばい。押されてる、押されてる。いや、全然いいよ。あー、いいよいいよ。やっぱ数、人数有利、人数有利。人数有利や、完全人数有利やった。完全人数有利。今だってさ、ここの上のパーセント同じぐらいやったけどさ、人数有利で勝ったね。だって3人知らん、こっち3人出てたらね、人数全然勝ってるからね。しかも召喚獣の強いとこってさ、出したこのキャラが死んでも召喚獣が残っとるってのが強いと思う。強いね、それは。うっとしいやん、うっとしい死んだのにさ、ずっとおるでな、うんうんうん、まだ人数より強いね。確かにそれはある。おもろい、普通にいい。
ちょっとこのね全部上げて、うん、あの宝物もマックスとかまでしたら結構強いかもしれないよね。いや結構やってくれると思うね、もしかするとね。だって普通にリコリスとトラは結構強いよね。シンプルにスタメンに入るぐらい強いやつや。パンプキン今回結構強いって言われてるから、でこのパフェはもう支援で、うん、ナンバーワンやし、うん、いやね、普通に多分ねやってくれるよこいつら。この粉雪がちょっと可愛い感じで、なんかだからこれでちょっとね、レベルを上げてマジで強かったら真剣出そう、もっとさ、うん、最強、ね、召喚獣最強パーティーみたいな感じで、うん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 、今回はこんな感じやってみたみたいなぐらい、ね、そうだね、うんうん、はい、ということで今回はこんな感じの召喚獣パーティーを作ってみましたっていう動画だったんですけど、はい、どんな感じですかね。いや自分も普通に作りたい。なんかさ大勢でわちゃわちゃしとるからさ、なんかいけいけってなら、そうそう普通にね自分もこれ作りたかったから、うんうん、これはまあ、強い弱いってのはちょっと置いといて、ね、関係なくね、うん、ちょっとね置いといて、普通に楽しい、うん、人数がやっぱ多いからやってておもろいね。わかるわかる、うん、だし、ま、なんか自分の味方が死んでもさ召喚獣残ってるからさ、うん、まだなんか負けた気してないからさ、うん、そうや。でやっぱりちゃんと今まだうちらキャンディーがちょっと足りなくて上げれてないんだけど、レベルが。そうだね。でトッピングもちょっとね適当につけてるとこあるから、うん、そこもねちゃんとして宝物のレベルも上げてってやったら全然強いと思う。だって、ね、何も俺らまだね、ただ本当に召喚獣のキャラしかやってないレベルじゃん、うんうんうん、それを全部ちゃんとレベルも上げたらマジで強いと思うから、それは今後ね俺たちもこいつら強くして本気でまあ強かったら、まあ、それはそれでまた紹介したいと思います。はい、そんな感じですね。今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお願いします。では次の動画で、バイバーイ。